グスタフ・マイヤーの共造をヨハン・ハイン・リッヒ・グフタフ、マイヤーは、ドイツの造園家。フリードリッヒ・ルドビッヒ・フォンシケルや、ヘルマン・フォン・ピュック・ラームスカウ、ベーター・ヨセフ・レンネと共に、ドイツにおける四大造園家の一人と称されている。ベルリン近郊、フラウエンドルフ生まれ。1832年、ベール近郊、シェーネーベルク内植物園で、土帝修行を開始する。その後ベルリン郊外、 ビルドパルクチックに、ペーター・ヨセフ・レンネが設立したプロイセンを売りつ、造園士養成学校に入学。作図に才能を示し、そのためレンネが受託した、設計業務の作図を任されることもあったという。養成課程終了後の1840年、プロイセン宮廷の庭園館に任命採用され、算数市宮ヤゾノに配属されると同時に、母校養成学校で、製図の教師を兼務する。 この時から、連ネと共同を多くするが、共同は連ネが死去するまで続く。1855年、ポツダムのマルリーガルデン設計を委託し、その傍らで連ネが、ドレスデン、ブレスナウ、リューベック等の市から依頼され設計する公園の図面作成助手を務める。1860年に、造園の大賞を出版。百六十六年頃に、ブレーメンから、 市民公園設計の依頼を引き受ける。1867年パリ万国博覧会に作品を出展し入賞を果たす。1870年プロイセン宮廷の庭市から当時盛んに設置運動が展開された都市公園においてベルリン市に発足した造園局の初代造園局長をする。ありがとうございます。